高知市の高知労働局で昨日認定証を交付されたのは、高知市の建設業工業開発と南国市の高知空港ビルの2社です。エルボッシは女性の活躍推進に取り組む企業を認定する制度で、全国2700余りの認定企業のうち県内では11社が認定を受けています。認定には女性の管理職の比率など5つの基準項目があり、工業開発は4つの基準を満たした2つ星を、高知空港ビルは最高ランクの3つ星を認定されました。女性の活躍が認定されたということで、女性それから若い技術者の方が入ってくれるような風になればなっていけばいいなと。高知労働局では今後も認定企業が増えることで働きやすい社会につながればとしています。